ロンに行ってきました。今回もいつも同様サンプルの中から選んだデザインになりますが、こちらです。ちょっとねシンプルで見づらいと思いますが、ゴールドでねこれ爪が囲われているの見えますかね。でこれがね全部の指に施されていて、人差し指と薬指だけはこうデザインをしてもらっています。最初ねこれサンプル見た時に白のカラーにこの囲みがあると思っていたんですね。でもねやっていくうちにあれカラーが塗られないなと思って聞いてみたら、このサンプルはクリアで、あのもうサンプルが古くてちょっとなんか曇ってきて、こう薄い白のカラーに見えるだけでクリアなんですよって言われちゃって、あそうなんだって思ってちょっとがっかりしたんですけど、まあでも1ヶ月ぐらいでねまた次のデザインに変わりますし、あの結構シンプルで出来上がり、あこれはこれでいいかもと思ったので、うん、今回はこちらのネイルで約1ヶ月楽しみます。乾杯。じゃ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 ーん、マックウーバーしちゃいました。いやもうね、月見バーガーとグラコロは絶対食べたいんです。今日はもう特別チョコザップ行って体を動かしたので特別マック食べちゃいます。きたー、月見バーガー、嬉しい。あ、なんかこうやって並べると可愛い。サイドメニューは間違いなくポテイトです。いやもうね、サラダにする方とか偉いなって思います。私はもう絶対ポテトです。大好きマックのポテト。もう私はマックを食べながらビールを飲むっていうのがもう最高に幸せな瞬間なんです。私マック大好きなんですけど、やっぱポテトってカロリーも高いし油も多いから普段は結構控えてるんですね。
でももう月見バーガーが食べたくって、今日はお風呂上がりにウーバーしちゃいました。私ね、いつもね、飲み物はこのね、パックのミルクにするんです。ビールと一緒にね、食べたいので。なのでこれはね、パックだったらいつでも飲むことができるので、あのカップに入ってる、ね、氷と一緒に入ってるドリンクだとすぐ飲まなきゃいけないじゃないですか。なので私はいつもミルクか、あとリンゴジュースも確かパックに入っていたので、それのどちらかにしています。で、まあ油っぽいものばかりなので、このサラダも食べます。これはね、昨日まで大阪出張行っていたんですが、ホテルでね、食べようと思って買ったんですが、眠気の方が勝ってしまって食べずに冷蔵庫にね、入れたままのがあったので、まあ、あのもったいないのでね、スーツケースに入れて持って帰ってきたので、マックと一緒に食べます。あー、このビールすっきりしてて美味しい、飲みやすい。月見バーガーいただきます。いやー、きたー、この味この味って。まだ食べてないけど、これこれ、最高。なんかあの会話の中で、明日死ぬとしたら何が食べたい、最後の晩餐で何食べたいっていう会話とかしたことありませんか？私はね、何度かしたことがあるんですが、今までに私は焼肉って答えていたんですね。でもこの間上司と話をしていて、上司はマックって言ったんですよ。で、理由を聞いたら、普段はやっぱり上司も多少あの体のことを気を使って、マックはすごい食べたいんだけど我慢しながらね、時々ご褒美として買ってるらしいんですよ。でもそれが明日死ぬってなったら、もう自分の体のことも考えなくてもいいし、我慢しなくていいって、もうそしたらマックのポテトをもう死ぬほど食べたいって、でハンバーガーも食べたいって言っていたんですよ。それを聞いた時に、確かにそうだと思ったんですよ。私もマックは大好物なんですが、これやっぱりこう頻繁に食べたら良くないじゃないですか、体に。だからこうやってもう今もね、何ヶ月ぶりに食べているんですが、もう最後の晩餐ってなるともういいですもんね、最後なんだから。だから私もね、次からもしね、そういう会話になった時にはマックって答えようって今思ってます。またその時の、ね、気分次第で変わるかもしれませんが、皆さんはもし人生最後の晩餐で何が食べたいって聞かれたら何が食べたいですか？あ、ちなみにね、これ言ったらちょっとやらしいかもしれませんが、普段食べることがなかなかできなくって、高級で食べたいもの、私ね、フォアグラも大好きなんで、フォアグラも食べたいです。うん、おいしい。もうね、マック食べてる時はほんと幸せなんですよ。でも食べた後の罪悪感も結構半端ないです。だってポテトって結構量多いじゃないですか、 M サイズで。これ相当な油ですよね。でもね、今日はチョコザップに行ったので、きっと神様は許してくれると思います。うん、おいしい、幸せです。やっぱりね、ポテトは私この細い派なんですよ。正直ね、ハンバーガーはモスが一番好きかもしれないです、ファーストフードの中で。でもポテトは断然マックです。細いのが好き。